今回はボールのような形をした戦車？クーゲルパンツァーと ST2T を解説してみるぜ。新兵器で有名なドイツのクーゲルパンツァー。ちなみにこの映像はオンライン戦車ゲーム、ワールド・オブ・タンクス、の IS-8 ボール。クーゲルパンツァーのような丸い形の車両として登場。そんなクーゲルパンツァーは装甲戦闘車両、と言われているが詳細は不明。現在はロシアのクビンカ戦車博物館のドイツ車両コーナーに収蔵されています。このクビンカ戦車博物館には、世界中から集めた300両以上の戦車、装甲車が展示されており、世界中でここにしかない車両も多いそうです。そしてそこに展示されているクーゲルパンツァーは、比較的に保存状態がいいまま保存されていますが、わからないことが多くあります。ドイツで製造されたらしいですがメーカーは不明。日本に輸出され一人乗りで、走行圧は 5mm。動力は単気筒の2ストロークエンジン。ソビエト軍が1945年に満州にて露飼したそうです。また、車両の両側に側面走行と一体となった履帯、キャタピラ型2型の傾斜で装備されています。車体背後には搭乗口と小型の補助輪付きアームが存在。車体保持と旋回は、この補助輪付きアームで行われる三輪自動車であり、第一次世界大戦中に帝政ロシアで試作された、ツァーリ、タンク、と同コンセプトの車両でもあります。そんなツァーリタンクとは？第一次世界大戦中のロシア帝国は独自の戦車を作ろうとしました。現在の戦車が使用するキャタピラではなく、巨大な三輪車のような形状をした戦車を開発。巨大な車輪は、障害物を乗り越えるために考えられたものでした。しかし、重量が40トンとくっそ重いため軟弱な地盤では、溝に張り付いてしまう傾向がありました。さらにそこから脱出するためのパワーも不足。後輪が塹壕に引っかかることもあったとされ。不整地、塹壕陣地の突破には不向き、という当時の戦車としては本末転倒な兵器でした。さらに射撃力が弱く損傷もしやすかったらしく、計画は中止になりました。このツァーリタンクが開発された同時期のドイツにおいても、トレファスワーゲン、という同コンセプトの車両が試作されていました。一方で肝心のクーゲルパンツァーはそれらとは別の方向に進化しています。車体前面の覗き窓の下には塞がれた穴があり、機銃などによる射撃が可能だったと考えられています。一方で通信ケーブルを引き出すための穴、という説もあります。走行圧の薄さから、小銃弾にすら耐えられない、と考えられるため、戦闘用ではなく偵察車、通信ケーブルを敷設する工作車両、実験用の試作車両との説もあります。謎多きクーゲルパンツァーは開発国のドイツでもデータは残っておらず、どのような経緯や目的で日本に輸出されたかも不明。日本側でも特に運用や戦闘、満州に配備された詳細についての記録は残っておらず、露飼された時点で戦闘による損傷もなかったとされます。ソ連にも弾のような赤ちゃん、じゃなくて戦車があった？ワールド・オブ・タンクスの日本語版ウィキによれば、ST2T、という弾戦車があったそうだぜ。これはニコライ・ミワイル・ブイッチ技師によって設計された球形戦車のうち、35トン車として作られたもの。1942年に計画されて試作された後、試験終了後1943年8月10日にチェルニゴフに送られ、第二戦車軍の特殊戦車中隊に配備された。この特殊中隊は主力の支援を担うはずだったが、ST2T の所属する小隊は急遽、ドイツ歩兵部隊の強撃を受けた友軍部隊の救援に向かうことになった。敵となるドイツ側は6両の4号戦車と1両の突撃砲という編成だった。T34 戦車とともに、ドイツ歩兵部隊が対戦車砲を準備する時間を与えることなく攻撃を行い、榴弾で機関銃の加点を攻撃、ドイツ歩兵部隊を退却させた。その後 ST2T は榴弾を発射し家に命中。近くの4号戦車の砲塔を吹き飛ばした。4号戦車は、森の中に一時撤退し再編成。その後この奇妙な弾戦車を全力で攻撃。この被弾によって、ST2T の一門の榴弾砲が使えなくなったが、もう一門で砲撃を行い、対戦車砲が展開するための陣地を作った。こうして ST2T の有用性は実証され、これはもう大量発注をするしかない流れになる。しかし、工場を拡張するという作業の監督は、
ニコライ技師にとってかなりのストレスだったようで、彼は引きこもりになってしまう。1944年にストレスや栄養失調からニコライ技師がインフルエンザで亡くなった。そして彼の死後、55トン球形戦車の青写真が見つかったそうな。しかし、クーゲルパンツァー同様に資料が少ないので詳細は不明。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。動画の他に、リアルチート野郎シリーズっていうのも作ってるから、そっちもよろしくだぜ。詳しくは、説明文のリンクをクリックしてくれ。